ダニエル・リチャード・ダフィーは、アメリカが州国カリフォルニア州、ゴリータ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。相性はベアー。2007年の MLB ドラフト3巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名されプロ入り。2009年には、オールスター・フューチャーズゲームに選出されるなど順調な、キャリアを歩んでいたが、2010年の3月に、 人生を見つめ直すとして突如引退を表明。周囲を驚かせたが6月になって復帰を発表した。2011年5月18日のテキサスレンジャーズ戦で先発しメジャーデビューを果たした。6度目の先発登板となった6月14日のオークランドアスレチックス戦で6回に失点でメジャー初勝利を挙げた。1年目の最終成績は20試合に。 先発登板して4勝8敗、防御率5.64、87奪三振を記録した。2012年は5月に、左肘の人体帯を断裂して、トミー・ジョン手術を受け、わずか6試合の登板でシーズンを終えた。背番号は、メジャーデビュー以来23だったが、2013年から41に変更となった。2014年3月1日に、 ロイヤルズと一年契約に合意した。同年は開幕をマイナーで迎えたが、すぐにメジャー昇格を果たし、5月からは先発ローテーションに定着した。先発ローテーションに入ってからはたびたび好投を見せ、ギリギリ2桁勝利に届かず9勝止まりだったものの、防御率は2.53という優れた成績をマークした。チームはポストシーズン進出を果たすと、リリーフとして、 出場選手登録され、9円勝利でポストシーズン初勝利を挙げた。2015年も先発ローテーションで投げ、30試合中24試合で先発登板したが、ルーキーイヤー以来の悪い値となる7勝8敗、防御率4.08に終わった。チームは、地区優勝を成し遂げ、2年連続でポストシーズンに出場すると、再びリリーフとして、 自身に証明を飾った。ニューヨークメッツとのワールドシリーズではリリーフで3試合を1失点に抑え、チームの優勝に貢献した。2016年は左のリリーフとして起用されていたが、途中から先発ローテーションに加わり、8月11日のデトロイトタイガース戦で10勝を挙げて、自身初の2桁勝利となった。最終的には先発で26試合、リリーフで16試合に、 当番、179.2イニングに投げて、キャリア初の規定投球回到達を果たした。12勝3敗、防御率3.51に加え、投げたイニング数を上回るアメリカンリーグ9位の188、脱三振を奪い、エース格の一人として活躍した。2017年開幕前の2月9日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。 1>, 1次ラウンドでは3月12日のカナダ戦、2次ラウンドでは3月18日のドミニカ共和国戦と負ければ、敗退決定の2試合に先発し、いずれも勝利投手となった。チームは3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは8月26日に、左ヒージ2で故障者リストに登録されたが、翌27日に、 カンザス州オーバーランドパークで飲酒運転の容疑で逮捕されていたことが29日に球団から公表された。シーズントータルでは離脱の影響によって24試合当番146.1イニングに止まり9勝10敗防御率3.81と2年連続2桁勝利及び規定投球回到達はならなかった。2019年シーズンの前には 潜在的なチームの投手の石になれると思われていた。しかし、左肩の圧迫感により故障者リストで開幕を迎えた。4月26日に復帰を果たした。復帰後は、ロイヤルズの先発ローテーションを一貫して守り、6月22日のミネソタツインズ戦ではシーズン最高の8回を投げた。8月には、ハムストリングの緊張で故障者リストに入り、 一登板しかできなかった。その怪我によって約1ヶ月の離脱を余儀なくされたが、9月に戻ってからは先発で復帰して5先発で2勝を挙げた。このシーズンは7勝6敗で防御率4.34を記録して115、脱三振で130回とに3回を投げた。2021年からはかつてヨーダのベンチュラが背負っていた32、背番号を変更した。 2021年7月29日に後日、発表選手とのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。オーバースローから最速99.5マイルパワー、平均94マイルパワーの速球を軸に、平均80マイルパワーのカーブ、平均84マイルパワーのチェンジアップを使用する。 2012年のフォーシームの平均球速は95.3マイルパーアワーだった。2013年以前は予視球率が高く課題となっていたが、2014年に予視球率は3.2、2016年には2.1となり改善された。通算対左ヒオプスは556なのに対し、通算対右ヒオプスは765と右打者を苦手としている。 2015年までは、フォーシームとカーブの2球種を主体とした、投球スタイルだったが、2016年からはあまり投げていなかった、ツーシーム、チェンジアップの割合を増やした。2017年には、フォーシームを以前の約半分ほどに減らして、ツーシームを主体とすると、これまでほとんど投げていない、約時速 130km 前後のスライダーを全面に押し出す投球スタイルとなった。 一方で、代名詞だったカーブはほとんど投げなくなっている。ありがとうございます。